コシヒカリを原料とする米粉米粉ともは米を製粉したもの。国粉の一種。団子、餅、せんべい、麺類、米粉パンなどの原料となる。グルテンフリー食品やセリアック病の認知度が高まり、米粉食品が見直されている。米粉の故障は食品として定着させるために企業やメディアから発信された読み方であり、そこから一般でも 米粉の名称が浸透しているが、本来は、米粉、または、米粉と呼称されるものである。米粉は、うるち米、または、もち米から作られる。米粉パンボかこのほか、名称のついていない製法や特許製法、企業秘密など様々ある。用途によって、使い分けがされている。うるち米は、従来は2ミリメートル弱の網目を持ったふるいで、選別した、 くず米などと呼ばれる流食に適さないものを原料として使用してきたが、近年では流食として使用できる米を米粉にするケースも出てきた。くず米以外の米粉原料米としては、加工用米、ミニマムアクセス米、現物弁栽米などがある。加工用米は主に JA が取り扱っており、流食用の米を加工用とすることで減炭に含めることができる。 原料米としては価格がやや高いが流食用米と同等の品質がある。MA 米は WTO の取り決めにより海外から輸入された米で年間約80万トン輸入されている。現物弁菜米は米国機構が取り扱っている米で用途は限られるが比較的安価である。これらの米は流食に転用されないように砕いてから 売却されている。また酒米のうち、酒造りにあたって、精米で削り落とされた部分も米粉原料米に転用されている。米粉は原料の違いに加えて、加工法によって上新粉、白玉粉などの種類に分かれる。なお、上述のうるち米の、もう米は、加工用米として、特定米国と呼ばれ、品質管理などの仕組みが存在しなかった。 流食用のうるち米は食料法などで管理されていたことと比べると管理が甘い状況にあり、そのため2千八年に露呈した自己米不正転売事件で自己米の流通先の一つとして米粉に流れたとの指摘がある。米粉の歴史は古い。基本的に米は玄米、または精米した上で炊いて、飯にしてから食べることが多かったが、一部地域では米を引いて、 粉にし、焼いて食べるなどしていた。やがて、こういった製法は強い粘り気のあるもち米を主に使うようになったが、地域によっては従来の米を使い続けた。他、奈良時代頃に米の粉に水を加えて練り、油で揚げたせんべいなどの菓子が大陸から伝わった。江戸時代に入ると、太平の世の中で和菓子が発展し、この材料として米粉や 白玉粉が広く使われるようになった。日本では、米の消費が、ピーク時の1963年度の年間約1341万トンから2005年は、約922万トンと減少しており、一人、あたりの消費量は1962年の年間約118.3キログラムから2005年は、約61.4キログラムと減少している。 このような状況のもと、行政や関係団体は消費拡大を目指した取り組みを行ってきた。従来からある、せんべい、団子、落岩、大福餅、桜餅などの和菓子製品だけでは消費拡大を期待することは難しく、小麦粉グルテンを添加して、パンや麺などを量産する技術が確立されたことによって、米の消費拡大への期待が高まっていたが、10年、 以上普及しなかった理由は、米と小麦の価格差によるものであった。一部には、米粉製品を学校給食に取り入れる自治体もあるが、技術的問題により、品質にばらつきがあるなど、急激に普及するまでには至っていない。しかし、麦の国際相場が、中国やインド等での食料需要の増大、世界的なバイオ燃料の原料としての穀物等の需要増大、 地球規模の気候変動の影響といった構造的な要因に加え、輸出国における輸出規制に伴い大幅に上昇しており、小麦粉代替品としての日本国産の米粉が脚光を浴びることとなった。小麦価格高騰を受け、農林水産省は代替原料として米粉の増産支援に乗り出すこととなり、2009年4月に、 米国の新用途への利用の促進に関する法律が成立した。製粉技術の発達によって粒子を平均数十マイクロメートル以下まで細かく損傷澱粉を少なくするなどして従来の米粉より小麦粉の代用として使いやすくした微細粉米粉が注目されている。製粉技術の進歩に日本では国産米の消費拡大につながる。 新たな需要が期待されている。タイには様々な米粉を利用した料理がある。ヨーロッパのパン業界ではグルテンなしのパン作りは不可能と考えられていたが、グルテンフリーの食品が注目を浴びるようになり、製パン、製菓材料として利用されるようになった。幼児教育用の粘土に米粉を主原料にした米粉粘土がある。幼児が誤って、 口にした時のために安全性を考慮した製品に小麦粉粘土があるが小麦粉粘土には小麦アレルギーによるリスクがあるため米粉で代用したものありがとうございます